ちょっと、おい、みんな寝てる場合ちゃうぞ。へい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 。おーい、目めちゃくちゃ覚めたわ。マイアミヒートと思わせての、ミルウォーキーバックスにリラード行くそうです。今ちょうど5分10分前ぐらいに、速報で、バックス、もう言うね。もう言いますよ。もうみんなついてきてね。バックスが、リラード獲得で、ブレイザーズがジュルーホリデー、デアンドレ・エイトン、カマラで2029年の1巡目、と1巡目の2枚のスワップ券で、サンズがヌルキッチ、グレイソン・アレン、リトル、キーオン・ジョンソンだそうです。今んとこね、こっからまだなんか2巡目がとか指名権がみたいな、もしかしたらあるかもしれんけど、とりあえず今出てる情報だと、いや、まさかのマイアミヒートでもなく、ラプターズでもなく、ミルウォーキーバックスに行くっていう。うわー、ちょっと待って、今言った内容をエクセルでちょっとまとめるから、ちょっと待ってくれ。いや、不意打ちすぎるだろう。てか、ジュルーホリデートレード出すのかよ。まあ確かにバックス、ブーデンホルツァーいなくなってっていうのはなったけどさ、うわぁ、やばいな。ちょっと待ってよ、ちょっと焦りすぎて。いやー、でもホリデーいなくなったか。ちょっと待って、どんな感じになるんだろうな。まずブレイザーズが、違う、まずバックスな。バックスが、リラード、バックスがリラード獲得しちゃったよ。おいで。ブレイザーズが、見返るとしてホリデー、でエイトン、カマラ、もうカマラって選手が俺よくわかんないんだけど。で29年、こんな感じ。ブレイザーズが感じで、でサンズか。でそこに割って入ったのがサンズですと。前々からヌルキッチ獲得は噂はサンズあったよね。ヌルキッチ欲しいみたいな話は前にちょっとあって、それが実現したって感じだね。ちょうど直近のリラードをトレードされるまで帰れませんで出てた噂、それは四角トレードだったんだけど、ブレイザーズ、ネッツ、サンズ、マイアミヒートで、ヒートがリラード獲得するの噂の案にサンズが入ってて、その時もエイトンを放出してヌルキッチを獲得するみたいなのはあった。一応まあその噂通りには言ってるんか。お、グレイソン・アレントレードされとるやん。これが一応今出てる情報の全貌ですね。いや、どっから話せばいいんだろうなこれ。いやー、バックス1ミリでも噂あったっけ。1ミリぐらいあった噂。全然知らなんだ。グレイソン・アレン来たら渡辺がやばいか。ポジションは違うけどね。グレイソン・アレンの方が2番寄りのシューターで、渡辺の方が4番シューターだからポジションは違うね。ただタイプで言ったら同じシューターって意味では近いけど、まあでも個人的にそこまで心配ないような気もするけどな。どうなんだろう。サンズ人多い。ヌルキッチ、リトル、キーオン・ジョンソン、グレイソン・アレン。確かに4人獲得して放出したのがエイトン。カマラって選手が元サンズなんじゃないの？違うんかな？ちょっとサンズ見てみるか。そう、サンズにカマラっていう選手がいたんだよね。だからその選手放出してるから、まあ、2人出して4人獲得してるから、2人増えたよ。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。で、今、エイトンとカマラ抜かすと13人なのね。で、13人から2人増えたら15人でしょ。だ15人までは獲得できるから、まあ、ちょうどギリギリ OK だったっていう感じなんじゃない。ただボビー・マークスが言うには、そのジュルーホリデーがこのままブレイザーズに行くかどうかはまだ未定みたいな話になってるけど、これさらに4角トレードでしたみたいな話もあるんかな。てかもう完全解体やね、ブレイザーズ。ついにもう全て解体したね。もともとは GM もね、なんかパワハラかなんかで変わって、でそっからテリー・ストッツヘッドコーチが変わってビラップスになって、でマカラムがいなくなって、でリラードとヌルキッチだけになったけど、今度リラードいなくなって、でさらにヌルキッチもいなくなって、
でついでに若手で結構人気があったリトル君もいなくなって完全解体よね。ここまでクソ長かったな。ブレイザーズこの3人体制、リラード、マカラム、ヌルキッチ、あとテリー・ストーツか、からもう何年ぐらい経つんだろうね。8年、7、8年経ってようやっと一つの時代が終わったっていう感じですね。グラントがそうか5年契約してるから、まあ、グラントの周りに若手をいろいろ育てながら、エイトン、グラント、待ってブレイザーズのスタメンはどうなるのよこれブレイザーズのなんかホリデーとエイトン来たらなんとなく強そうな気もするけど、でも実際は大したことないんだろうな。ブレイザーズのスタメン、ポイントガード、スクートになるのかな、シューティングガード、一応このままならホリデーで、スモールフォワード、ファーフォワード、グラントで、センターがエイトでしょ。パワーフォワードとは、あ、そうか、サイモンズいるんか。え、サイモンズいるんか。うわ、ホリデー、スモールフォワードある。なんじゃこれ、シャープか。まあ、シャープは控えだろうな、でも。このメンツだったらシャープくんは控えじゃない。まあ、ただ、ホリデー、放出したいよな、やっぱり。やっぱなんか、この後またビッグトレードあったりしない？このままホリデーが別の優勝チームに行くみたいなトレードあったりしない？そんな気がしてならないんだけど。これ、ポートランドね。で、バックスが、これ、リラード、コナートン、ミドルトン、ヤニス、で、ブルロペ。で、ベンチが、ジャクソン・ジュニア、マリック・ビーズリー、ボーチャンプ、クラウダー、ポーティスって感じ。え、弱くねえ、待って、バックス弱くない？気のせい。これ勝てるの？バックスこれで、これ強い？いや、だってジュルー・ホリデーいなくなってんの。俺ジュルー・ホリデーとリラードもはや一緒ぐらいな気するけどな、総合的な価値で言ったら。まずリラードがポイントガードの中で今何位なのかっていうところを考えなきゃな、そうなると。でフェニックス・サンズね。サンズはどうなるんだ。サンズはブッカー、ビール、 KD、 ヌルキチなのね。パワー、まだオコギーとかなのかな。あとはエリーゴー、デイミオン・リー、ディオップ、ユーバンクス、メッテ、渡辺、ボルボルあたりか。まあ、ちょっとここは渡辺ということにしといて、ユーバンクス。メッテは書きたくないな。エリーゴー、あとはデイミオン・リーぐらいか。マジでポイントガード全くいねえじゃん。誰がポイントガードするのこれ。改めて。控えにもポイントガードいないってすげえよな。メトゥをスモールフォワードとして書きたくないんだが、渡辺にしようか。まあ、今んとこ何もこの後動きがなければ一応こんな感じになるんでしょうか。あとブレイザーズ、ごめん書いてなかった。ブレイザーズでもあとサイブルとかモーゼス・ブラウンとか、いや弱いっていうか、なんかバランスクソ悪いなこのチーム。まあ再建の一歩目というか、まあ一歩目ではないけど、体験中だからもうバランスとかどうでもいいんだろうけど。あと誰だ、カマラがどんな選手か全然知らんから。クリス・マレーとか。クリス・マレーが出るのベンチで。え、なんだこのチーム。なんか謎の状態起きてる。ポイントガードめちゃくちゃいるのに控えのポイントガードを張れる選手がいないっていう、ちょっとわけわかんない状況になってるんだけど嘘だ、何すればいいのこれ。誰がどうなんの。ルパートとかがやるってこと。嘘だよ。ジュル・ホリデーをもうベンチにするそうだろ、40億ベンチにすんのチーム。あれ、俺グレイソン・アレン書いてなかったっけ。グレイソン・アレンがサンズ行く。あ、そうだ、サンズグレイソン・アレン行くんか。でもここでかいな。いや、でもやっぱり別に渡辺あんまりそんな気になんないでしょ、このメンバーだったら。でも渡辺のこうライバルはここが、だからディオップとかだからね。ディオップ、メットとの戦いだから。グレイソン・アレンが入ったことで渡辺に何か影響あるかって言われるとそんなにない気はします。